です、まず最初はサッカー J2 のヴィロフォーリーホークです、はい、リーグ戦の最終節を迎えました。クラブ史上初の J1 参入プレーオフ進出の可能性を残しています。見てみましょう、はい、ホーリーホークは8位です。勝ちますと、うん、勝ち点は70までいきますよね、はい、その上で上位のチームの結果次第でプレーオフ圏内の6位に入れるかどうかという状況です。なるほど。ということはもう70以下 の、 その山形、徳島、甲府、京都とは並ぶか入れ替わる可能性を秘めた最終戦ということなんですね。そうですね、うん、そのためにもまず自分たちが勝たなくてはなりません、はい、9位岡山とのホームゲーム、小さなクラブのこれまでで最大の挑戦、結末はどうだったんでしょうか。今まで俺が見た中で最高の一体感できてるから、絶対勝ってね、プレーオフ行こうみんなで、ね、みんな行くぞ。選手監督のバスを待つスタッフとサポーター、大きな歌声で待ち受けました。雨の中8500人を超える大サポーターが集まりました。ホーリーホックは全員の動きが切れていました。17分突破を図った清水、ここは惜しくもありませんでした。27分はスローインから、一度は奪われますが黒川の一瞬の出足で取り返すと、小川から最後は清水、立て続けに相手ゴールに迫ります。押し気味に進めるホーリーホックは42分フリーキックのチャンス、父のキックのこぼれ球に滝沢、攻勢を続けたホーリーホックが先制します。滝沢は移籍後初ゴールが大一番での貴重なゴールになりました。後半相手に押し込まれる時間帯もありましたが、ホーリーホックは落ち着いて対応、自陣でコンパクトな守備を展開、今シーズン磨いてきた堅守でシュートチャンスを与えません。しかし試合終了間際、他会場では7位京都と4位山形がリードを許す展開に。もう1点取れば得失点差で6位が決まります。ここからホーリーホックは前へ出ます。小川の仕掛け、高かったですか。アディショナルタイムには浅野のクロスに小川、惜しくもありません。最終節を勝利で飾ったホーリーホック、しかしプレーオフ進出にあと1点足りませんでした。僕たちはこの一戦に全てをかけて戦ってきて、選手、フロントスタッフ、サポーター、一体感を持って戦ってきたんで、今日は絶対にプレーオフに行くという気持ちで1位が戦ってきて、正直悔しくて、でもこうやって最後8500名もの人に集まってもらって勝利の瞬間を味わえたのは最高でした。来年こそは絶対 J1 行きましょう。ありがとうございました。一体感を持ってやれたことが本当に嬉しいです。水戸法ホーリーホックが水戸のシンボルになって皆さんの誇りになる日まで皆さん一緒に戦っていきましょう。はい、ホーリーホックは惜しくも7位、初のプレーオフにはあと一歩届きませんでしたが、クラブの史上最高順位です。自動昇格の2位に横浜 FC、 プレーオフ進出は大宮、徳島、甲府、山形という顔ぶれになりました。しかし数字見てください、はい、水戸は6位の山形と勝ち点で並びました。さらに得失点差も並んだんですが、最後は総得点の差という僅差でした。ですから、そのこの 1年のシーズンの中であと1点多く取っていれば、もしくは1点失点を少なくしていればここに行ったんですよね。そう思うと、まあ非常になんというか重い
ね、1点の重みっていうのを感じますね。よく監督もね、フィニッシュの精度とか、はい、最後の仕上げ精度という話をしていましたが、これを改めて噛み締める結果になりましたね。そうですね。まあ、ただこれでは、はい、それでもですね、こういうレベルで悔し涙が流せるチームになったというと言い方が変なんですが、まあ、こういう経験がまたクラブを強くしていくんだなということを強く感じます。で実はホーリーホックはですね、はい、これ演技が悪いからなかなか言わなかったんですが、2006年から13年連続で最終節は負け続けてきたんですが、そんな負の歴史にもピリオドを打ちました。次からまた新しい歴史のスタートです。とにかく1シーズン戦った選手、監督、スタッフ、フロント、そしてボランティアの皆さん、サポーターの皆さん、本当にお疲れ様でした。次は J1 の鹿島アントラーズ。